カワカマスメは、甲骨魚砂の分類群の一つ。2回4族で構成され、長魚として知られる、ノーザンパイクなど少なくとも12種が含まれる。パイクメとも呼ばれる。カワカマスメの魚類はすべて淡水魚で、北、アメリカやシベリアを中心とした北半球に分布し、流れの緩やかな合戦、湖に生息する。約12種で構成される。 小さなグループで、日本には分布していない。カワカマス族の仲間は、漁業資源として利用されるほか、釣りの対象魚としても知られている。カワカマスカ魚類の化石はカナダにおける、白亜紀後期の地層から発見されており、原生のカワカマス族も暁新生にはすでに出現していた。白亜紀後期から第三期にかけて、北、アメリカを中心に、 生物の大量絶滅が生じたが、カワカマス類は、この時期を生き延び、北半球全域に分布を広げたものと見られている。北米以外での化石記録は、中国における、死神予前域のものが最初である。体型は細長く、カワカマス属の仲間は平たく突き出た糞を持つ。油びれを持たず、腹気は、体の中央付近に、背びれと尻びれは、 体の後方に位置する。有紋水を持たない。頬と、エラブタは鱗に覆われる。主上蛇骨の歯及び、中甲骨をかき、五義鎖骨は一本。体になった、細長い前古い骨を持つ。背びれ、尻びれの短ひれ骨は、カワカマス属、ウインブラ属では、中央部のみ国家するが、ダッリア属、ノブンブラ属では、国家は見られない。カワカマス目は、 カワカマスカおよびウンブラカの2カ4族で構成され、少なくとも12種を含む。本目全体の単系統制には強固な裏付けがなされている一方で、4族それぞれの位置付けには議論がある。ダッリア族およびノブンブラ族は従来、ウンブラカに含められてきたが、近年の分子系統解析はこれらに族がむしろ、カワカマス族に近縁であることを示している。ネルソンの体系では、 この見解に基づいたトガの再編が行われた。原生の2かの他に、絶滅したグループとして、欧州から、パレオサンセデーかの存在が知られ、パレオザックス及びボーリティー社の2族が、赤神新生から、中シニオにかけて生息していたものと見られている。ダッリア族の一種。本族はシベリア及びアラスカに分布する。オヒレは丸み帯。び、 切り立った形状のおひれを持つの分ブぶら族、深くに刺する、カワカマス族との間別点となる、カワカマスカエッセシデーには三族の元少なくとも九種が認められている。カワカマス族は、側線鱗数や常備骨数などの違いから、イサックス及びケノザの座のにア族に分割される。ダッリア族、ノブンぶら族はかつて所属していた、ウンブラ家から、本家に移された。 ガッリア属の2種は、D ペクテレーレスのシノニムである、可能性が指摘されている。本家魚類に共通する特徴として、火災骸骨は鎌型で、災害は切り立った形状を示す点が挙げられる。また、単一の小さな上主上蛇骨を持ち、すき骨と後外骨に強固な歯を備える。うろコの放射状突起は少ない。ウンブラ属の一種。 カワカマスカに移設された二族とは、各ヒレのヒレ上数などによって区別される。ウィンブラカ・アンブラデーは一族三種。北アメリカ中央部東部、及びヨーロッパ南東部に分布する。特殊な形状をした浮き袋を用いて、空気呼吸が可能。糞は突出せず、おヒレには、丸みがある。カワカマス族と比べ小型の魚類で、体長は、最大でも20センチメートル程度。 ありがとうございます。